埼玉県道47号区間、埼玉県道173号区間、熊谷東松山道路は、埼玉県熊谷市から、東松山市の国道254号、関越自動車道東松山インターチェンジへ至る、県道の通称である。東松山側では、森林公園通りとも呼ばれる。東松山インターチェンジから、埼玉県北部、 群馬県東部へのアクセス道路となっている。この道路が建設された背景には、関越自動車道が開通すると、熊谷市周辺などの県北部や群馬県東部から東京方面に行く場合には、東松山インターチェンジへ流入することが予測されていたが、当時は東松山市と熊谷市をはじめとする、県北部では生活圏の結びつきが少なかったことから、流動が少なく、 道路も1.5車線から2車線程度の県道のみで、道路整備が遅れていたため、通行量増加に耐えうる道路が、支給に必要であったことから、有料道路方式によって整備された。無料化された現在では、実質並行する国道407号のバイパス的な役割を持っている。滑川町、福田、熊谷石村岡、熊谷市万吉、熊谷石広瀬東松山インターチェンジから、 武蔵川岡両森林公園を経て、熊谷市街方面に抜ける路線と、途中熊谷市、満喫地内から分岐して、国道140号に至る路線からなる。熊谷市街に至る路線は、東松山インターチェンジから熊谷市を結ぶ路線として、また、国道140号に至る路線は、東松山インターチェンジから国道407号の、群馬県大田市方面や国道17号。 上部道路へのバイパスとなっている。引き群滑川町森林公園南口から熊谷市万吉交差点までの区間は、かつて熊谷東松山有料道路であり、管理は埼玉県道路公社が行っていたが、2004年11月末に開通から30年の召喚期限を迎え、無料開放された。現在は県道として熊谷県土整備事務所及び、 東松山県土整備事務所が管理している。なお、有料道路時代は迂回の仕方次第では、料金所付近のみを避けて通れたため、あまり交通量が多くなかった。ありがとうございます。